はい、もしまろくんです。先週にちょっと風邪の症状が出まして、片目がちょっとぐじゅぐじゅになっちゃったんで病院行ってきたんですけども、その時いただいた飲み薬1週間飲み切りました。それでご覧の通り元気になりました。というよりもですね、風邪の症状があった時からもう体は元気いっぱいだったんですけども、目ですね、左目の涙目だった部分、左目が涙目で開かなかったっていうところだけが、症状として出てまして、そちらの方もね、まあ目薬さしたらすぐに良くなったんですけども、とりあえず1週間分いただいてきた薬を飲み切りまして、現在はご覧の通りとても元気です。元気はいいんですけどもね、その時、先週の火曜日だったのかな？火曜日ですね。先週の火曜日、病院に行った時に、初めて体重を測ったんですけども、その時に 440g だって言われたんですけどもね、それから5日後の日曜日に体重を測りましたら、550g とだいぶ増えてました。その増量ぶりですね、一目瞭然なんですね。ちょっと急激に大きくなりすぎなんじゃないかなと思ってますけども、まあ、全然元気ですしね。マシュマロくん、順調に階級を上げてきました。先週マシュマロくんが風邪で病院に行ってきたっていう動画を上げた時にね、結構ご心配いただいているコメントをいただきましたので、今回は1週間投薬を終わりましてのご報告になります。マシュくん、じゃあ、薬飲み終わったけど最後に目薬さそっか。はい、枕枕、口枕ね。嫌じゃねえの、嫌じゃねえの、はい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 。よし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 。よいしょ。両方ね。嫌じゃねえの、はいはいはい。最後最後。マシュ君、力強くなってきてね、もう嫌がるときも全力で 私の手払いのけます。よいしょ。はい、終了。はい、マシュマロくん、これで治療完了です。またね、目が涙目になってきたら目薬さそうね。もう目薬さしたんで、お目目がちょっとシパシパしますけども。元気になったね。あんたそれだとうつんねえよ。かゆいの。かゆくね。かゆい。猫、後ろ足でよく首周りかいたりするんですけども、マシュくん、かゆくてもこの通り、足先に爪がないんで、ちゃんとかけないんですね。まあ、まだちょっと痛かゆいのもあるのか、思いっきりもかけませんし。なので、首周りかゆい時は人が書いてやる必要があります。よいしょ。マシュ君、首周り書いてあげると喜びます。見えますかね？自分で書いてるつもりになってるのか、後ろ足が動いてるんですよ。マシュ君気持ちいい。気持ちいい顔してんな。今後ろ足動いてます。いい顔してんな。この耳の前とかね、カキカキしてあげるとすごく喜びます。うっとりうっとり、気持ちいい、ここ気持ちいい。 うっとりだな。かゆいかゆい、はい、自分でちゃんとかけないからな。かゆいな。もう一回。マシュ君、もういい？もっとする？
もういいかな。何？追ってそれ。いって。